はい、酒好き直りの飲酒動画始めます。今回はバカルディのブラック、ラム酒ですね。容量が 750ml で値段が1400円。そしてアルコール度数 37.5 度。です。まあ、ブラック、ダークラムですね。ヘビーラムかどうかはわかりません。どこにも書いてないしな。わからん。んね。ということで、飲んでいきたいと思います。原産国、プエルトリコ。ですね。まあ、ストレートで、飲んでいきまーす。美味しいかな？まあ、マイヤーズのダークラム飲んだ時の感じかなと、ああいう味かなという感じはするんですが。うん。乾杯。ああ。ものすごい。マイヤーズのダークラムとほぼ同じ香りがする。うん。うん。マイヤーズの方が甘いかな。こっちはちょっと、苦い。苦いです。うん。コーヒーのような。コーヒーのような苦味。に、うん。ラムの甘さ。香り。結構ほろ苦いですね。うん。これマイヤーズのダークラムの方がうまいな。うん。これは。コクがあまり、ない。コクがあんまないですね。ちょっと、ダークラムにしてはスッキリしてる。というか、まあダークラム、これとマイヤーズしか飲んだことないんですけどね。うん。微妙。これは微妙ですね。ホワイトの方がうまいな。個人的に。個人的にホワイトの方が美味しいですね。ロックでいただこう。うん。まあ、やっぱブラック、ダークラムになると、だいぶ癖が出てきますね。ホワイトというかね。圧倒的に。うん。まあ、癖が出るから、こそ、まあ、割り剤とかには合うんではない。その、コーラで割ったりとか、カクテル用としては向いてるんじゃない？逆に。個性が出るから。割っても個性が出るからね。うん。って感じですかね。うん。うん、でもやっぱラム。これはストレートで飲む分、
もしくはロックで飲む分としてはやっぱり、ホワイトの方が断然美味しいな。うん。まあ、もしくは、マイヤーズ。ですね。香りも、マイヤーズの方が強い。と思うし、コクもやっぱり強い。と思いますね。これは。うん。まあ、ちょっと残念ですかね。まあ、ホワイトがあんだけ美味しかったんで。まあでも、これが製法の違いって感じでしょうか。うん。うん。ね。やっぱり、ホワイト、ゴールド、ダーク。とこう、ね。味が違ってくるっていうのもまた面白い。うん。ただ、このバッカルディのブラックは、ちょっとゴールドと、ちょっと飲み比べてみます。バッカルディのゴールド。バッカルディちゃん？ゴールドどこ行った？バッカルディのゴールドどこ行った？バカルディのゴールド。飲み比べをしてみる。こっちの方が度数高いですか？まあ、やっぱ全然違うな。うん、こっちの方が断然苦い。こっちはやっぱ甘さがあるね。まだ。甘さがあるっていうか、口当たりがやっぱり、まだまろやかな部分が結構ある。まあでも、ゴールドは一番立ち位置微妙ですね。はっきり言って。うん。立ち位置微妙なんで、俺買うとしたらゴールドとブラックだったら、ブラックの買いますね。これは。立ち位置が微妙。味も微妙。中途半端。うん。中途半端になんか変な、ねえ、癖を出されてもなんか、そんなんだったら、ホワイトかブラックのどっちか両極端にしろよって感じの味です。うん。ね。これはやっぱり、まだ、やっぱね、ブラックの方がいいね。うまい。ブラックの方がまあ全然うまいわ。ゴールドダメだ、このバカルディのゴールド。アホか。帰れ、お前は。お前はお呼びじゃないんだよ。お前なんぞお呼びじゃないんだよっていう感じの、レベル。炭酸で割ってみよう。もうお前なんてさ、中途半端でさ、でもやっぱ、順位つけるとしたらやっぱりそういうことですわ。ホワイトが、一番うまいね。うん。珍しく。珍しくっていうか、俺にしては珍しく、なんか、一番なんか、癖のないのが、うまいと思ったね。ホワイトはほんと美味しいです。うん。うん。ホワイトはうまい。間違いない。ただ、俺今までラム酒でホワイトラムを飲んだことが今までで、その、バカルディのみなんで、
もしかしたら他のラムでもホワイトはうまいのかもしれないし、俺の口に合うのかもしれない。だからロンリコのホワイトとか、もうちょっと買ってみたいんですが、俺もう今月ね、今2月4日なんですけど、もうすでに酒だけで8000円ぐらい使ってるからね。びっくりするね。びっくりすることにもう、給料日が28日なんですけど、あと24日間あるんだけど、もう、俺個人的に1万円以内に抑え、1万円、酒の1ヶ月1万円って決めてるから、最近決まったんですけど。ちょっと、あと、2000円かと。きついなと。ちょっと厳しいですね。ああ、バカルディ。今、バカルディのホームページに来たんだけど、バカルディってボンベイサファイアのも作ってるんだね。作ってるんだねっていうか。あれなんだ。よくわかんないけど。あと、カティサークとか、デュアーズ。とかですか？ボンベイサファイア、バカルディ。ぐらい。あ、あと、マティーニ。これのマティーニじゃなくて、なんていうのこれ。マルティーニか。マルティーニは個人的には有名です。あと、ノイリープラット。だっけ。あれ。ノイリープラット。あれ。ノイリープラットですね。これも個人的に飲みたいんですよね。ノイリープラット。ドライスイートがあるのか。ね。これ、まあ、あれですね。ベルモットです。これ一番なんかこう、かっこいいよね。ノイリープラットはね。見た目が。そういう意味で多分、バーに置かれてるのとしては、これが一番置きやすいんじゃない？ノイリープラットの、ドライと、スイート。ね。値段もまあ、まあ、一番高いかな。バカル、ベルモットの中で一番高いと思います。おそらく。時点でマルティーニかな。一番安いのは、俺が飲んだ、チンザノが一番安い。間違いなく。間違いなく一番安い。マルティーニはエクストラドライとロッソとビアンコ。チンザノと同じラインナップですね。ぶっちゃけビアンコはいらないので、これはもう、死ねと。今度ノイリープラット買いてえな。ノイリープラットのドライとスイート。ドライだな。これでちょっと、マティーニ作りたいっすね。マティーニね。これでマティーニ作りたいっすね。ほんとこのノイリープラットのドライかっこいいんだよ、この瓶が。瓶がさ、スタイリッシュな瓶と、この、やっぱりこの、なんていうの。ね、ノイリープラットって、この、かっこいい名前と、
ね。って感じですか。ボンベイサファイアも飲みてえな。最近飲んでね。全然飲んでないんで。うん、ちょっと、飲みたい。飲みたいっすね。てかマジ、ジンがマジでもう、そろそろ、なくなってきた。まあ、まずいジンはあるんだけど。まずいジンはあるんですけど、あの、シュリヒテのシュタインヘイガー、クソまずいジンがあるんですが、それはあんまり飲みたくない。見たくないですね。そしてこのバカルディでググるとサマーズが出てくる。旧サマーズと。旧サマーズの旧名ですね。サマーズの旧名です。バカルディ。バカルディね。確かに名前はかっこいいんですけど、まあ、つっても、まあ、名前かっこいいとかいう問題でもなく、あの、世界でナンバーワンの売れ筋、売れてるラムなんですけど。ラム酒では一番売れてる。バカルディの151プルーフも欲しいっすね。これ確か1800円ぐらいで売ってるんですけど。度数が 75.5 度。で、見たら、あの、後ろのとこにね、あの、火気厳禁って書いてあるんですよ。これ店で見たんですけど。ね。と感じでしょうか。あ、バカルディの8年もあったな、そういえばな。あれも売ってましたけどね。確か結構高かった気がする。まあ。でもバカルディ。まあ。バカルディのブラック。まあ、ブラックはまだいいか。まだマシっすけど。やっぱり、ゴールドが一番微妙。マジで微妙。マジで微妙。本当に買わない方がいいです。これは。ゴールドは。バカルディのゴールドは。個人的には買わない方が良かった。シリーズですね。買って損した。損したっていうか、損したというより、買って他の人、あの、じゃあ、他のでも良かったっていう、レベルですね。まあ、でも味自体は別にあれなんですけど。まあ、ただ他の人でね、他のね、ラムでも代用できたかなと。ラムの中で立ち位置が微妙だったという感じなんで。まあ。ね。あれで使うにも、カクテルに使うにも微妙だしな。かといってストレートで飲むにも微妙な味だ。中途半端。ですね。ああ。まあ、ということで、バカルディのブラック、評価していきますが、これはコクが、まあ、あるはあるけど、やっぱり、マイヤーズのダークラムには勝てないかな。って感じですね。やっぱりマイヤーズのダークラムはやはり偉大だ。あれは。
香り。もうまあ強めかな。まあおすすめとしては、まあ微妙な立ち位置ということで、三つ星にしましょうか。ね。コク4、甘み3、香り4。おすすめ3で。お願いします。お疲れ様でした。